大亀神社は、茨城県日立市大三課町にある神社。日本初期神代に、下作国一宮である、香取神宮の祭り神経津出身と、日立国一宮である、鹿島神宮の祭神竹三和地神の二柱の神が、邪神をことごとく平定したが、星の神の鹿瀬尾だけは従わなかった。そこで静神竹八地の命が使わされ、これを復従させたと記されている。 水戸藩神明録には、当社は、一人神宮と記されている。伝説では、石名坂の峠の石が、巨大化して天にまで届こうとしたのを、聖の神が、鉄の靴を履いて蹴ったところ石が砕け、欠片の一つが、河原の越え、もう一つが石神に落ちたと言われている。創建は社殿によれば、後期元年。最初は、大亀山山城に祀られたが、元禄八年水戸藩主。 徳川光国の命により、三日星賀瀬尾の岩倉、出根石神の現在の地に遷座され、九時、南、高野、石名坂三村の鎮守とされた。この際に、女智五国六と八章六号の寄信を受けている。境内南東の鳥居をくぐると拝殿がある。拝殿の右奥にある岩山が、三日星賀瀬尾の荒玉を沈めたとされる、出根石であり、その山上に、 竹発地の命を祀る本殿がある。出痕石の北西側には三日星鏡社がある。境内の北側、国道六号に面して大鳥居があるが、こちらは浦山道にあたる。境内社として稲荷神社、大杉神社、八坂神社、天馬神社がある。六年に一度、猿、虎の年に行われる。神越に御神体を移し、宇治古地域を巡行した後、 九時漁港で漁船に乗せて会場を周回する。当神社の御輿は天皇の皇御座を模した八角形をしており、この滞在でのみ使われる。所在地交通アクセス。ありがとうございます。